田辺るい、石飛えりかの帝王大附属高校潜入部。はい、鬼から夏役の田辺るいです。はい、東方優希役の石飛えりかです。そして今回も素敵なゲストさんが来てくれています。皆さんこんばんは、大場美里役小岩小鳥です。はい、皆さんこんばんは、向井杏奈役の高橋千秋でございます。はい、六本木サディスティックナイト8周年企画ナイトジュエルパーティーの CD およびイベントチケットそれぞれ先行受付中です。動画の概要欄に申し込みリンクがあります。特典たくさんで損はさせませんので絶対見逃さないようにしてくださいね。そんな今回はこんなことをやっていきましょう。六本木サディスティックナイトに潜入部。このコーナーはですね、アプリ六本木サディスティックナイトをプレイしながら私たちが担当するキャラクターを生アフレコしていこうじゃないかというコーナーでございます。早速やっていきたいのですが、せっかく大場美里役のねコッコさんと、はい、そして向井杏奈役の千秋さんが来てくれていますので、うん、シーズン 1-3 のボイスカレー収録していないところをプレイしながら生アフレコをしていこうと思いますよ。せっかくね豪華ゲストの2人に来ていただいているのに大変恐縮なのですが、うん、今回主人公のチャラ飛びを頑張りたいと思います、はい、ではやってみましょう。ステップ3ですね、うん、ではやっていきます。スタート、うん、あ、おー、そこに出てまいりました。いきますよ、はい、明日24時までに南川を殺したらあなたたちの勝ち。南川を殺せなければ美里の弟が死ぬな。チャラ飛びアンナがスマホの画像を見せる。ユキリッサ？そこには椅子に拘束された囚われのユキリッサが映っていた。いいよ、場所はどこかの廃ビルか廃工場っぽいな。いいよ。なんでアンナさん、どうして？お金、お金のためよ。鮫島は笠木組に内緒で上納金をピンハネしてたの。え、水着行け。それ前に犬塚とつるんでやってたって聞いたわ。そう、その額3億円ある。ある、いけ、ある、いける、ある、いけ、すごっ。鮫島は南川とあなたたちへの復讐を手伝ってくれたらその半分を私にくれるっていうの。そんな、アンナさんがお金のために。もちろん私としてはあなたたちに勝ってほしいわ。美里が悲しむ顔を見たくないしね。だから木星たちを始末しといたのよ。本気せがましいこと言わないで。じゃあ、私行こうかな。どうせ花から殺すつもりだったんだろ。しかし、南川を俺たちに殺させるなんて、なんでわざわざ回りくどいことをするんだ。いい質問ね。鮫島は南川が死んだ後に崩れる権力バランスの穴を自分で埋めたいと思ってるの。六本木で返り咲くつもりなんですね。かわいい、うん、そう。でも自ら南川を殺したんじゃただの悪党でしょ。南川のクライアントたちにも睨まれちゃうしね。それだと都合が悪いのよ。それで私たちに手を汚させようってわけね。そういうこと。そんなの知らないね。姉さんの礼。どの道あなたはもう敵。続け、忙しい。このまますんなり帰れると思わないでね。鬼川と水木が身構え、蓮がボトルを逆さに握り構える。あら、今ここで私と戦う意味があるの？意味、
そんなもの必要ないでしょ。あんたが死ぬほどうざいから叩きのめしたいだけ。やめろ鬼川、みんな今はユキッサを救う方が先だ。ね、アンナさん、どうしてなの？どうしてそんな風になっちゃったの？確かに、どうしてそんな風になっちゃったの？どうしてなの？あら、私は昔から何も変わってないわ。ミサト、あなたに教えたでしょ？誰にも頼らないで、自分の力で強く生きれるようになりなさいって。それは私を励まそうと思って言ってくれたんでしょ？同じ借金で苦しんだ境遇の私を。だから柔道を教えてくれたんでしょ？てんてんてん。あれ？どうしてそれ？俺どうなっちゃったの？アンナさん。私は誰にも頼らず、自分の力で強くなった。木星を軽くひねり潰せるくらいね。でも今はそれだけじゃダメなのよ。え？強く生きるためにはお金が必要なの。お金があれば私も美里もあんなに苦しまなくて済んだのよ。アンナは呆然とするミサトと俺たちを置いてそのまま店を後にした。バイバイ。セリフ増えた。先生、このままあの人行かせちゃっていいの？え？選択するわ。どっちがいいですか千秋さん。何？追いかけて。追いかけます。あ、そうだな。俺は慌ててドアを開け外に飛び出す。その時足元に張ってあったロープに引っかかった。あれ？ドア！すっ転ぶ俺。すぐに周囲を見回すが、アンナの姿はない。いないのかい。トラップを仕掛けてたんだ。仕掛けられてた。めっちゃ面白い。さすがね。けど、まんまと引っかかってる浜松さん、ちょっとかっこ悪いです。くっそ。ねえ、その前にこいつどうすんの？春が床に転がったままになっている錦を指さす。あ、応急処置しよう。美里、手伝ってくれるか？うん。美里、やっぱり相当ショックを受けてるな。おい。おお。なんか頑張っております。皆さんがいろんなキャラクターやってくれるもんだから、うん、合ってたの？合ってた。最高です。すごい良かったです。この回でしか見れない気分が。良かった良かった。改めていかがでした？コッコさんもいかがでした？めちゃくちゃ楽しかったです。あ、よかった。普段のドラマ収録だと台本があってこう全体を見渡した上でやるんですけど、うん、そうじゃなくて今日は本当に皆さんと同じゲーム画面を見ながらやってるんで、うん、先を全部はね当然覚えてないんで、うん、その時々でこうどんどん掛け合っていくのがすごい楽しい。楽しかったです。強いアンナさんでしたけど、ね、どうでした千秋さん？何が起こるか分かんないで、うん、はいじゃあはい回しますって言われて、ね、もうあんまり、ね、打ち合わせもないまま、これをもうどうしました？何これと思ってオンエアされると思うとちょっとドキドキしちゃった。本番のねあのプレイしてるゲームではちゃんとやってますの です楽しんでいただけると嬉しいね。はい、ございます。皆さんもねきっと楽しんでいただけましたよね、うん、アプリの方では25日より1-3ボイス化開始です。ぜひ楽しんでください。11月25日に行われます8周年記念イベントナイトジュエルパーティーでも生朗読劇を大規模に開催する予定でございます。披露するストーリーは YouTube で無料配信中のゲーム内でもシナリオが読めるボイスドラマ第1弾黒い毒牙の残高編の続きでございます。あのアイドルプロデューサー根津慎太郎がその後どうなったのか、夏の感動のライブのその後はボイスドラマをチェックしてチケットの抽選を申し込んで楽しみに待っていてくださいね。以上、六本木サディスティックナイトに潜入部のコーナーでした。続いてはこちら、朗読ナイトジュエルパーティー。はい、
い、こちらはですね、六本木サディスティックナイトの8周年に向けた動きをどんどん紹介していこうというコーナーになっています。六本木サディスティックナイトでは8周年を記念し、10月11日にファーストアルバムを2種類リリース。その名も11月25日のライブと同じナイトジュエルパーティー。川村さんの新曲シーズン4テーマソングジュエルブレイズをはじめ、レンとマコの友情ソングオレンジの空と絆、夏とキリカ学生コンビのデュエット、明けない夜なんてない、大場美里のソロ曲目を閉じても光り続けるもの、アマネとアンナのデュエット曲、背徳のエクスタシーなど新曲目白押し押しです。ボイスドラマが楽しめるディスクがついたクリスタル版、ゲーム BGM が楽しめるディスクがついたダイヤ版の2種類2枚組で、それぞれ税込み4400円にて10月11日発売です。ご予約絶賛受付中です。ゲーム特典としてクリスタル版にはクリスタル10個、ダイヤ版にはプレシャスダイヤ&ゴージャスダイヤが1個、そして両方購入するとなんと限定 MR 鬼川夏が絶対にもらえちゃいます。よよよよ。さらにですね、 CD をご購入いただいた方へはスペシャルな特典グッズも用意しております。まずはこちらのブロマイドです。ブロマイドはご購入いただくお店によって絵柄が異なります。お気に入りの絵柄のお店で予約してみてくださいね。さらに対象店舗でクリスタル版ダイヤ版を同時購入いただくと A4 サイズのクリアポスターもゲットできます。対象店舗は概要欄に貼ってあります URL からご確認ください。さらに11月25日のライブに CD の帯を持ってきていただくと限定グッズをプレゼント。特典はなくなり次第終了になるので、お早めのご予約で確実に手に入れてくださいね。六本木の朗読劇や生ライブが楽しめる六本木8年間の集大成超ビッグイベント、ナイトジュエルパーティーは11月25日豊洲ピットにて一部ウェブ制で開催です。一部は開演15時、二部は開演19時、出演はインドルイ、石戸エリカちゃん、ちがめまいさん、小岩井鳥さん、豊田萌さん、ゆうきかなさん、ルーティンさん、平山恵美さん、清香夏美さん、東条久子さん、八木由紀さん、天野さとみさん、大西彩香さん、藤本彩香さん、真野あゆみさん、諏訪奈々香さん、菊池さやかさん、高橋千明さん、川村由美さんと超豪華出演写真となっております。すごい。チケットの第2次先行申し込み受付中でございます。投資チケット SS 席3万円、特典 MR3 枚、 CD と合わせて5枚、 SS 席1万5千円、特典 MR1 枚、 CD と合わせて3枚に加えて S 席1万円、特典 UR オファーチケット1枚が新たに加わりました。特典をね、ちゃんと改めて説明しますと、投資チケットの特典はイベントキービジュアルキャラクター種類、このキャラクター MR のうちどれか好きなキャラを選んで3枚がもらえます。さらに CD を2枚買っている方にはリミテッド MR キリカもついてきます。そして SS 席の特典はこちら、イベントキービジュアルキャラクター8種類の MR のうちどれかを選んで1枚がもらえます。さらに CD を2枚買っている場合にはリミテッド MR キリカがついてきます。 S 席の特典はこちら、アプリ内で使える UR オファーチケット1枚です。さらに CD を2枚買っている場合にはこちらもリミテッド MR キリカがついてきます。ナイトジュエルパーティーをコンプすると MR が5枚確実に手に入ります。10連回したことがある人なら分かると思いますが、MR って、ね、本当に全然出ないので、このチケットとってもすごいです。私の声、歌を聴いて耳気持ちよくしたいんですよ。それならすべきことはきっと分かってるでしょ。ということで、一つですからね。一つなので、アンナさんに言われたらもう申し込むしかないですね。詳細は特設サイトをご確認ください。アプリ六本木サディスティックナイトではバトルタワーイベントを開催中。新規カードは東堂香織となっております。ブルマ姿で運動会に参加しているようですが、ちょっとね、かなりマニアックな姿ですね。香織さんのこんな姿が見れるのは今だけ、ぜひ新規カードをゲットしてくださいね。全速力で展開していく六本木サディスティックナイトをこれからもよろしくお願いします。この田辺瑠衣、人見えりかの慶応大附属高校潜入部は次回は10月4日配信です。次回も小岩小鳥さん、千秋さんが来てくれますので、チャンネル登録をして通知をオンにして絶対見に来てくださいね。じゃあ先生、また来てねー。